これらは45口径コルト45オート ACP。 よく見るとあれ、雷管が逆についているって感じだけれども、これは逆についているのではなく逆につけてあるのであると。理由としてはこの雷管を入れるために多分だけれども、プログレッシブとかチューレットタイプの、チューレットタイプそうでもないか、まあ、とにかく入れるときに多分曲がって入れて気づかずに入れてしまってぐじゅっと潰れてしまった。横に入ってると、横に入ったら無理だけどね、ちょっと斜めに入って潰して、あ、ダメかという感じで、とかちょっと傷が入ったりしたのがあったので、友達が捨てようとしたのをもらってきて、ちょっと潰れかけてるやつはこういう風にして逆に差し込んでやると、雷管の穴にぴったりと入ってくれて曲がったのが治ると思うのでやってます。この3つは多分雷管をつけるときにちょっと斜めだけれどもという感じで変形した。この2つがそれでいい感じ、変形ね。これは結構斜めに入ったのかな。この部分が変形をしている。そしてピント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 、これはそんなに悪くないけれども、この子とこの子はこういう感じで完全にめくり上がっている。これもひっくり返してやるとこれは正常なもの、これが結構三角形っぽくなってる、これはちょっといびつになってる、完璧にめくり上がってる。まあ一番大事なのはこのセンターがちゃんとしてることと、この三つ葉のようなアンビル、つまり、なんだっけ、アンビルっていうとやっとこ、なんだっけ、まあとにかく台の部分がちゃんとしてれば大丈夫。さあこの3つ治るかな。これを避けておいてと、何を使おうかというと、これはリーのオートプライマーってやつで、ここに差し込んで雷管を下から開けてやるという、こうか、結構シンプルなデザイン。これを雷管を簡単なやつからね、逆さまにして、そして雷管の穴にこうやって上げてやると少しはまっすぐになると思ってやってる。こうしてそしてこの一番めくれてるやつがどうなるかな。
パチンっていったりしてね。あ、入りにくう。よいしょ。入りにくそうですね。おお、入りましたね。ちょっと丸くなりましたが、さてこいつらを、これでいつものようにライカンは1個、さあ、と抜いたけれども、よいしょ、汚いな。おお、ひどいめくり方したやつ、結構丸くなってんじゃないかなと思うな。さて、あとどうするかな。あとはここのところにライカンが入っていかなきゃいけないんだけれども、ここのところちょっと斜めに、多めに削れば入りやすいんじゃないかな。ちょっと汚いな、これ。さっきのおかしかったんで、これをちょっと斜めにね。これで正規のように入れてやれば少しは、きれいに、やっぱり難しいな、入ってないな。もう一回やり直し。やっぱりさっきのところが引っかかりますね。はい、これで1個はダメでした。さて次もこれ引っかかりそうかな。引っかかりそうだな。さっきのやつはどうかな。って感じね。ちゃんと入ったようで入ってないか。これはまあまあかな。でもめくれてるな。この間からガス漏れしそうでよくないけどさて最後の1個、これ大丈夫でしょう。これは普通のやつで、軽く入りました。よいしょ。これは傷が浅かったので大丈夫でしたと。これは使います。以上。